中国の討論番組で日本を侮蔑する発言をした中国人男性にイタリア人教授が猛反論し、世界中で話題になっています。イタリアの大手メディアが中国との一帯一路プロジェクトからの撤退を検討していると発表しました。中国はこの状況を打破するため、イタリアの著名な報道記者や経済学者たちを招き、中国のエリート官僚たちと討論するという番組を企画したのです。日本の海は放射能で汚染されている。中国人男性は日本を話題に挙げてこう言い放ちました。福島第一原発の処理水問題を例に日本を貶める発言をしたのです。ですがこれに対しイタリア側が猛反撃を開始します。そしてこの討論によって番組は10分で終了してしまうという事態が発生し、たちまち世界中で大きな話題となったのです。イタリア人教授の反論とは一体どんなものだったのでしょうか。今回はその討論番組での議論の内容とそれに対する海外の反応を合わせてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。中国の討論番組、その策略とは。中国の一帯一路政策とは、アジアとヨーロッパを中心に陸路と海上航路でつなぐ巨大な経済圏を構築しようという構想です。しかしこの政策について日本の麻生太郎氏がサラ金の多重債務と一緒だと苦言を呈したように、欧米諸国や日本では途上国から資産を巻き上げる手段として懸念視されています。中国は2017年から各国に一帯一路政策への参加を呼びかけており、イタリアは G7 の中で唯一このプロジェクトに参加していました。ですがそのイタリアが撤退を示唆したことで中国全土に衝撃が走ったのです。現在中国では若者の失業率が 50% にも上り、不動産市場の暴落や半導体の規制など数々の問題を抱えています。このような状態の中国に追い打ちをかけるようなイタリアのプロジェクト撤退は中国に大きな打撃を与えることになるのです。そこで中国は一つの策略を考えました。その策略とは、アジアやイタリア、中国の著名な記者や学者、大学教授などを集め討論番組を行うというものでした。そして討論を通じて中国国民のイタリアへの不信感を煽り、プロジェクト撤退を掲げるイタリアに圧力をかけるというもの。さらには日本がこの政策に対して苦言を呈したことに反論したいという狙いがあったのです。こうして集められた8人の専門家たちによって、中国とイタリアが共に進む方向というテーマで討論がスタートしました。様々な統計と客観的なデータなどに対し各々が意見を述べながら番組は順調に進んでいきます。しかし番組開始から10分が経過した頃、中国北京大学の経済学部教授の発言により場の空気は一変したのです。イタリアの一帯一路からの撤退は愚かな行為です。6000億ドルに及ぶ経済的効果を放棄するつもりなのですか。中国人教授はこのように述べ、この番組の真の目的がただの討論ではないことが判明しました。これに対しイタリア側は、中国との協力関係を維持することはイタリアにとって損害が大きいと考えています。中国が日本に対して行っていることを見ていると、今後中国がイタリアにどう接するのかが分かりますよと淡々と答えました。彼は続けて中国の問題点を指摘します。中国の外交の問題点は国民を国際外交に利用していることです。これまで中国政府の望む取引のほとんどが不公平なものでした。公式の外交の場では中国の無茶な要求が通らないため、わざと国民を扇動して世論を作り上げているのです。その世論を利用し対象国に圧力をかけ要求を無理やり通しています。実際中国は国内の自動車市場の成長のためにトヨタや BMW、 イタリアのマセラティのような輸入車の規制を強めたいという願望がありました。そこで中国は国民の愛国心を高め、輸入品に対する否定的な世論を形作り、国民自身が輸入車の不買運動を行っていたのです。それによって中国国内での輸入車のシェア率は急落し、 BYD などの中国製自動車は目覚ましい発展を遂げています。我々はこの国民を操るような行為を見て、これ以上中国と協力するのは危険だと判断したのです。イタリア側の言った通り、中国は自動車に限らず電化製品など多くの品物に対し
自国の製品がいかに優れていて輸入品がいかに粗悪であるかをメディアを通じて国民に伝えています。特に日本製品に対してはその印象操作が顕著で、消費者を煽ることで日本からの輸入製品に対する印象を操作し、間接的な規制を成し得ていたのです。そしてイタリア人教授が例に挙げたのは中国の反日教育です。中国では習近平時代に入って 10% 通達がはびこっているということが挙げられます。 10% 通達というのは、歴史を正視するために各テレビ局はテレビドラマ全体の1割を抗日ドラマにしなければならないという内容です。そのため、どのチャンネルをつけても抗日ドラマのオンパレードで、反日ではない人でも次第に反日感情が芽生えてくるという困った状況が起こっています。実際に中国で行われた日本に対するアンケート調査でも、日本人はワーカーホリックだけれども、よく見ると仕事の効率は大して良くない、中国人は日本人よりも率直で勇敢だ、日本人はいちいち細かいが中国人はおおらかでケチケチしていない、などと日本人の細かさを批判し、中国人気質を自画自賛するコメントが目立ちました。ですが、中国国内にある海外企業の製品工場では技術や特許が外部に流出するという事態が頻繁に起こっているのが現状なのです。イタリア人教授のこの意見に対し、中国側の教授は少し険しい表情を浮かべながら、いい製品を使うのは国民の権利でしょう、中国製品の品質がいいからこそ中国人はそれを使用しているだけです、それに日本の海産物などが汚染されているのは事実でしょう、日本は壊れた福島第一原子力発電所にたまる処理水を太平洋に放出している、危険な海外製品を避け安全な国産製品を愛用するというのは当然の習慣ですよ、反日教育に関しても日本が今まで中国にしてきたことを考えると当たり前のことだ、と冷静に反論しました。イタリア人教授の猛反撃が始まる。イタリアの経済学者であるフェデリコ教授は、中国国民の愛国心というのは国民に自由な選択をさせた結果ではなく、政府の扇動によって得られたものではありませんか？例えば福島の処理水が国際原子力機関を通じて太平洋に放流しても問題ないという事実が確認されています。それでも中国は公共放送だけでなく大陸全体の地方放送局で一斉に放射能の危険性についての放送を流し、日本の海産物が汚染されていると国民の不安や恐怖心を煽りました。それだけでなく、政府が主導して反日教育をしていること自体にも問題がある。このような扇動は結果的に日本製品に対する不買運動につながり、公式での日本製品の規制なしで日本叩きの成果を得ることができたのです。さらにこうした国民たちの反日思想は、結果的に中国当局にとって日本の海産物の輸入規制を判断するいい材料になったのでしょう、と中国の意見に真っ向から反論しました。教授は続けて厳しい指摘を行います。中国当局の扇動によって日本は中国国民から SNS やメディアなど多様な方法で精神的攻撃を受けています。あなたは今中国で一番売れている商品が何かをご存知ですか？それはガイガーカウンター、放射線を測定する装置です。産業現場や医療現場研究所でしか使われないようなガイガーカウンターが、中国政府の放射能に対する恐怖の扇動によって海産物だけでなく日本製品の放射線を測定するために購入されています。果たしてこの状況が政府として正しいと言えるのでしょうか？実際、中国人は物体の放射線を測定するガイガーカウンターを購入し始め、日本製品から高い数値が出るかもしれないという心配と期待を抱いていました。しかしガイガーカウンターを手にした中国人は、想像もしていなかった事態に直面します。彼ら自身の家の至るところで測定された放射線数値が、福島近海で測定された放射線数値の70倍にも達していたからです。なぜ家の中からここまで高い放射線数値が出たのでしょうか？それは中国の建設会社が建築費を削減するためにラドンなどの放射性物質を含む違法建材を使用していたからです。この衝撃的な事実を目の当たりにした中国人が SNS を通じてこれを共有し始めると、中国は大混乱に陥りました。日本の沿岸よりも我が家の方がずっと放射能で汚染されているなんて、一体どういうことだ、
こんな劣悪な環境で何十年も暮らしているが、私の体に大きな問題がないことを考えると政府の放射能に対する発表が間違っているのではないかと、こうした国民の小さな疑問が次第に確信に変わり、国民の分裂を見過ごせなくなった中国当局は、中国情報のサイバー検閲システム金潤を使って中国人の口を塞いだのです。金潤とは、中国国内のインターネット利用者に対して中国政府、特に中国共産党や政治家にとって不都合な情報にアクセスできないよう規制をかける大規模情報検閲システムです。これに対し、中国の元外交部の経済学者は、中国政府は国民に事実を伝えただけで国民は極めて合理的な判断をしたまでです。中国政府が問題を起こしたと主張するのは受け入れられない。と怒りをあらわにしました。東アジアのジャーナリストが述べた中国の問題点。この討論を聞いていた東アジア地域の専門ジャーナリストのアルベルト氏が口を開きました。中国のもう一つの問題点は、自分たちが引き起こす問題に非常に寛大であるという点です。他国との外交摩擦ではいつも相手の問題を浮かび上がらせて圧力をかけますが、自分たちの問題は隠し、縮小し、隠蔽しています。これを受けた中国側はアルベルト氏の発言を途中で遮りました。あなたのその主張は間違っている。中国は世界のどの国よりも公正で公平で潔白です。そしてとても信じがたい発言をしたのです。この発言にアルベルト氏は微笑を浮かべこう続けました。中国では現在、日本の汚染水放出を問題視していますが、中国沿岸に建設された数十の原発から出るトリチウム排出量は2022年を基準とし福島の50倍に達しています。この事実からわかる中国の問題点は2つ。1つ目は先ほども述べた通り、中国が引き起こす問題に対しては矮小化し隠蔽すること。2つ目は相手の問題を誇張して非難すること。処理水に関する問題はすでに国際原子力機関など信頼性のある機関で安全検証が終了しており、これを信用するかどうかは当該国の問題です。なので私はいくつかの国がこの結果を信用せずに、処理水放出に反対する行為自体を非難するつもりはありません。しかし中国の場合は違う。中国が数十年間にわたって原発を運転し、排出した処理水の量を日本が放出しようとするならば、少なくとも200年間、現在のレベルで処理水を放出する必要があります。このことを考えると、原発の処理水問題に関しては中国が他国に対して何らかの非難をする資格はありません。あなたたちが日本にやったことと同じように、もし世界中の国が中国の水産物輸入を禁止し、中国企業の製品を不買し、国際的に中国の処理水放出行為を非難されても受け入れられるのですか。そして現在日本に対するこのような暴力的な行為がいつイタリアに向かうかわからない、そのような状況で我々は手を組むことはできません。この発言によって中国の超エリートたちは一瞬ひるみました。中国の問題点に言い返すこともできなかったのでしょう。それほど的を得た反撃だったのです。中国が何か企んでいる？国際電話テロ、領土問題。しかしイタリア側の発言はまだ終わりではありません。ボローニャ大学の経済学教授リカルド氏は、国民を外交的な武器として使う行為はこれだけではありません。スウェーデンが公式の席上で日本、中国、韓国を表すJCK という言葉を使用した際、中国ではなぜ CJK ではないのかと不服を申し立て、スウェーデン製の家具や缶詰を不買するよう促した事件は世界的に有名です。また日本の企業、機関、レストランなどには中国の国際電話コード86で始まる国際電話が1日に数千通も流れ込み、日本全国が麻痺しています。政府はこのような行為に問題はないと思うのですか、と発言しました。現在、日本全国は中国人による国際電話テロに苦しんでおり、イギリスの公共放送 BBC でも、21世紀の中国は電話で日本を侵略している、と厳しい批判をしていました。困惑している中国側のパネリストたちに対してリカルド氏は、もし中国が合理的かつ常識的な外交方針をとっていたのなら、日本のような先進国は中国に経済支援や関連事項について指導したり、プロジェクトの問題点や透明性について改善する手助けをしたでしょう。
しかし中国は自国が他の国々より優れていると断言したことによって、世界中に中国との協力は愚かな行為であると思われているのですよ、と言い放ち、話を終えたのです。中国の誇りであった4人のエリートたちは、これらの厳しい追及にただ顔を赤くすることしかできません。このような状況を見て放送関係者は急いでテレビ画面を広告に切り替え、番組を強制終了させるしかありませんでした。イタリアの知識人たちを論理的に制圧し、中国の人々の世論を一つにまとめることが目的だった討論番組で、中国は何一つ目的を達成できなかったどころか、自国の短所が露呈してしまったのです。この番組は金順によって国内のインターネットから跡形もなく消え、まるで何もなかったかのようにバラエティ番組とニュースで埋まりました。一方で、イタリアに帰国したアルベルト氏は30年にわたって東アジア地域の専門記者として活動し、多くの日本人と触れ合ったことで、中国の気まぐれや強制的な行動によって被害を受けている。日本のおかげで成長できた中国が今日本に対して剣を向けている状況だが、私が何十年にもわたって日本人を観察して感じたことは、日本人はどのような危機にもしっかりと対処するということだ。現在、中国で起こっているこれらの問題も日本ならば賢くしっかりと対処できると信じている。と感想を述べました。海外の反応。これらの議論は中国だけではなく、世界中で話題となり、ネット上で多数のコメントが寄せられていますので、その一部をご紹介していきます。福島の海産物に関しては日本の漁師さんが一番努力している。汚染されているなんて気安く言わないでほしいな。アルベルト氏はよく日本のことを理解してくれている。よくぞ言ってくれたという感じだな。日本のおかげで成長できた中国が日本を非難するなんてどうなっているんだ。日本を非難する資格なんてないだろ。日本の企業も何も言わず国際電話に対処しているんでしょ。さすが日本人の忍耐力はすごいわね。そんなことをする中国なんかに負けないでほしいわ。本当に日本の福島の汚染水って大丈夫なのか。だとしたら日本ももっとアピールするべきだろ。日本なら賢く対処して世界の秩序を保ってくれるはずだ。この番組も削除するのではなく、もっと拡散してほしいぐらいだ。いかがでしたか。中国の急速な発展は世界経済や国際政治において無視できないほど大きな影響力を持っています。しかし、これまで見てきたようにその進歩の背後には国内の緊張や国際社会との軋轢も数多く存在しているのも事実です。自国が何よりも優秀で他国は中国に従うべきだと妄信し、専門家の意見を退け続けている中国。彼らが直面している問題に彼ら自身が向き合う日は果たして訪れるのでしょうか。中国政府が考えを改めない限りは変わることはないかもしれませんね。今回の動画はここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。